はい、今回はですね、神奈川県の横浜市にやってきました。はい、新杉田までやってきたんですけども、うん、ちょっとあやちゃんと自分は広島から帰ってきたところで、はい、で、まこは横浜で仕事ということで、はい、新杉田に集まったんですけども、はい、家系ラーメン、もちろんですもん、はい、ここ来たらそれ以外の選択肢はもうないからということで、はい、杉田屋さんに行きたいと思います。それでは行きます、はい、じゃん、杉田屋行きましょう。ラーメンと味玉。はい。キャベツ。はい。出します。はい。チャーシュー、並と、ちょっと大事。普通普通でしばらく待ちましょう。今日のチャージは楽しみに行きます。また新たな、ね、ちょっと楽しみにしよう。美味しそうやね、うん、食っちゃいかんよ、食べないよ。
食べてきました。食べました。今日のねスープは本当にうまかった。すごかった。すごかった。いいよ、もうすごい。マコの現時点での家系ナンバーワンがこの杉田屋さんということで。そう。で今日食べて、すごいそれが分かった。もう本当に安定してますよ。絶対外れ、絶対外れないけど、特に今日はすごかったね。すごかった。あの自分ね、あんまりキャンジャとか今日まあ珍しいキャンジャを頼んだんですけど。キャンジャが美味しいと思ったことも実はある、あるけど今日本当にね、自分すっごい失敗したのは、今日のスープにはキャンジャは絶対良くなかった。個人的な好みだけど、そんぐらいスープ素晴らしかったもんね。スープが素晴らしい時は何も入れないのが一番、何も入れない方がいい。確かにね。なんかこう私も、まあ、最近はねちょっとあんまりこうトッピングというトッピングなんかその調味料を入れたりしないんですけど、はい、やっぱりねすごくこう最後までその味を味わい尽くすというのが一番美味しいなと自分は思いましたね今日ね。今日実は動画にはないんですけど、今日最後まで、もう簡易自分もしましたね。本当に止まらないんですよ。あ久々ですねここまでのスープは。だって最後も結構もう麺は食べ終わってるのに、あしばらくいるなと思ったら飲んでたもんね、横で。杉田さんの中でも今日は本当トップクラスのうまさじゃないですか。そう思いますね、はっきりそう思います。はい、ということで、大変美味しい一杯でした。ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。